どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルポイント購入 50% 増量キャンペーン開設ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。今回のキャンペーンなんですけども、このボーナスポイントについてはですね、人によってね分かれておりまして、 40% だったり 50% だったりするみたいですので、ぜひねチェックしてみていただきたいなというふうに思います。でですね、確認方法なんですけども、マリオットのね公式サイトからも飛ぶことできるんですけど、ちょっとね分かりづらいので、こちらの動画の概要欄にですね、マリオットボンボホテルのポイント購入画面ね載せておきますので、そちらねログインしてみていただきたいなというふうに思っております。でですね、今回がまあ 40% から 50% ということで、前回はですね 50%、 その前はですね 60% っていう時もありましたので、まあ、今回に関してはですね、前々回よりかはまあ 40% から 50% といった形になりますんで、ちょっと下がってるんですよね。まあこれはですね、個人的意見なんですけども、2021年の2月の21日までですね、マリオットボンボイホテルはスーパーオフピークキャンペーンというのがね行われておりまして、必要ポイントはですね、さらに少ないポイントでね宿泊することができるっていった形になっておりますので、まあ、この影響なのかなというふうに思っております。でですね、このスーパーオフピークキャンペーンなんですけども、必要ポイントはねこんな感じになっておりまして、まあ、かなりねお得ですよね。まあ2021年2月21日までにですね予約すると、まあ、このポイントでね宿泊することができるっていった形になっておりますので、こちらもですねぜひねチェックしてみていただきたいなというふうに思っております。それではですね、キャンペーン解説ねいきたいというふうに思います。こちらね公式サイトなんですけども、大きく広がる世界、ポイント購入で 50% ボーナスを獲得し次のアドベンチャーに活用しましょうということで、こちらのキャンペーンはですね、期間が2021年2月の16日から2021年の3月22日23時59分までというふうになっておりまして、こちらね米国東部時間というふうになっておりますので、日本時間だと3月の23日12時59分までというふうになっておりますので、まあ、こちらね入りで購入するってもね結構危険かなというふうに思いますので、購入される方はですね3月の22日までにね購入していただきたいなというふうに思います。でですね、ポイント購入の公式サイトは先ほども言いました通り動画の概要欄にね載せておきますので、そちらねチェックしてみてください。でですね、特典ですけども、今回は購入分の 40% から 50% 増量っていった形になっておりまして、最低購入ポイントっていうのはですね2000ポイント以上で増量が受けられるっていった形になります。でですね、ポイント購入の完了期間というのはですね、購入後最大7営業日というふうになっておりまして、ボーナスポイントの部分についてはですね、購入分のポイント付与後48時間以内といった形になっております。一応ねこういう感じで書いてあるわけなんですけども、私がね以前購入した時にはですね2、3日でね付与されたっていう記憶がありますので、一応ねこういう記載はされているわけなんですけども、もうちょっと早くね付与されるかななんていうふうに思っております。でですね、マリオットボンボイホテルポイントを購入するにはですね条件というのがありまして、マリオットボンボイホテルアカウントを作成して1年間経過している方、もしくはですね対象となるアクティビティが反映されている場合は、入会後30日過ぎた時点から購入することが可能っていった感じでね記載がされているわけなんですけども、この対象のアクティビティというのはですね、マリオットボンボイホテルの公式サイトにアクティビティというのがありますよね。まあ、こちらにね記載があれば購入がねすることができるっていう形になっておりまして、このアクティビティの記載っていうのはですね、マリオットボンボイホテルに宿泊したりですね SPG アメックスクレジットカードを保有されている方いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、こちらで決済した分はですねポイントを付与されるっていった形になりますんで、まあ、こちらがねアクティビティとしてカウントされますので、ポイント付与がされていればですねこちらで OK っていった形になっております。それでは次にですね、実際にポイントがねどのぐらいで購入できるかっていうね試算ねしていきたいなというふうに思うわけなんですけども、 50% 増量時ですね、ちょっとね表でまとめるとねこんな感じになっておりまして、2000ポイントの部分ね見ていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、仮にね2000ポイントを購入するとボーナス1000ポイントがつきまして、3000ポイントがね獲得できるっていった形になります。でですね、価格は25ドルっていった形になりまして、こちらね1ドル106円でね計算させていただいているわけなんですけども、それで換算すると2650円という形になります。
でですね、SBG アメックスでね、こちら決済した場合はですね、外貨決済手数料というのがね、かかってきますので、こちらをね、2% 加算するとですね、2703円といった形になります。でですね、1ポイントの価格はですね、1ポイント 0.901 円でね、購入することができたっていった形になっております。でですね、一応 40% 増量の場合だとね、どうなるかっていう感じなんですけども、こんな感じになっておりまして、こちらもね、2000ポイントの部分ね、見ていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、2000ポイント購入するとボーナス800ポイントがついて2800ポイントですね。でですね、価格と円換算についてはですね、先ほどでね同額っていた形になっておりまして、 SBG アメックスでね決済した場合は2703円っていった形になっております。 50% 増量の時よりですね、獲得ポイントがね少し減りますので、1ポイントね 0.965 円でね購入することができるっていった形になっております。まあ、こちらね表を見ていただければね分かると思うんですけども、2000ポイント以上ね購入していただくとですね、1ポイントの価格っていうのはですね、ポイントをねどのぐらい購入してもですね、特にね変更はないっていう形になっております。でですね、今回のキャンペーンでは 40% でも 50% 増量時でもですね、1ポイント大体ね1円ぐらいで利用することができれば、今回のキャンペーンでポイント購入してもですね、お得になるっていった形になっております。でですね、1ポイント1円でね利用できるかっていう話なんですけども、ちょっとね私の方に簡単にね調べさせていただいたわけなんですけども、リッツカールトン日光であったり、リッツカールトン京都、またねカテゴリーアップが決まっているメズム東京、あと三井京都ですね、こちら辺のですね、もともと宿泊料金がねとても高いホテルであればですね、今のうちにポイント購入していただいて、今後ね利用していただくっていうのはですね、いいのかなというふうに思っております。なんですけども、やはりですね、2021年2月現在はマリオットボンボイホテル自体がですね価格下がっているね部分もあるっていう形になっておりますので、まあ、限られたねホテルでしか利用することができないっていう感じになっております。でですね、冒頭に言いましたスーパーオフピークキャンペーンっていうのはですね、今現在行われているわけなんですけども、こちらね利用したいって方はねいらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、このスーパーオフピークキャンペーンっていうのは2021年2月の21日までっていうふうになっておりますんで、まあ、今回のねポイント購入ですぐねポイントが付与されればいいんですけども、ちょっとねポイント購入してポイント付与はね間に合わない可能性もあるっていった形になりますんで、個人的には間に合うと思うんですけども、まあ、これでね間に合わなかったらね全然意味がなくなってしまいますので、この点はね注意していただきたいなというふうに思っております。それでは次にですね、仮にねポイントを購入する場合なんですけども、マリオットボンボイホテルポイント購入する際はですね、アメリカのねキャッシュバックサイト、トップキャッシュバックっていうのがねあるわけなんですけども、このサイトをですね経由して購入していただくだけで 2.5% のね還元を受けることができるっていった形になっておりますので、こちらもらった還元はですね、ペイパルってありますよね、あちらで銀行振込でね受け取るっていうことができるっていった形になりますので、ポイント購入自体はですね、お金がかかるっていった形になりますんで、ぜひね活用していただきたいなというふうに思っております。でですね、利用方法なんですけども、まずねログインしていただいて、検索バーでですね points.com って検索していただくと points.com っていうのがね表示されると思いますんで、そちらねクリックしていただきます。そうするとですね、マリオットリワーズっていうのがねあると思いますんで、そちらを経由していただくとですね、マリオットボンボホテルポイント購入画面にね移行するっていった形になっておりますので、そこでね購入していただくっていった形になっております。まあ、こちらに関してはですね、最初ね利用するときはねちょっとねやり方分かりづらいとかね不安に思う部分あるかもしれないんですけども、慣れればですねそんなに難しくないので、ぜひね利用してみていただきたいなというふうに思っております。またですね、今後ねマリオットボンボイホテルポイントであったりですね、ヒルトンホテルのポイントとかですね、外貨決済手数料がですねかかるものをですね購入する方はですね、ぜひねレボリュートカードっていうね私の動画でね以前解説させていただいておりますけども、こちらねおすすめという形になっております。先ほどね価格表こちらなんですけども、外貨決済手数料ね 2% こちらね載せて表示させていただいているわけなんですけども、もしねレボリュートカードですね決済していただければ、この外貨決済手数料ね
アメックスの場合は 2% という形になっておりますので、こちらはねかからないで購入することができるという形になります。ですので仮にですね 50% 増量でこのレボリュートカードですね購入した場合はですね1ポイントね 0.86 円という形になりますし、 40% 増量だった場合ですね1ポイント 0.92 円でね購入することができるという形になっております。まあビビたるものなんですけども、お金がねかからないことに越したことはねないかなというふうに思いますので、おすすめっていた形になっております。またね SPG アメックスでね決済した場合については、100円につきね3ポイントが付与されるっていた形になっておりますので、レボリュートカードだとですね外貨決済手数料がかからないわけなんですけども、還元がないっていた形になっておりますので、まあ、どっちを取るかっていう話にはなるわけなんですけども、レボリュートカードっていうのはですね au pay プリペイドカードからねチャージすることもできるっていう形になりますんで、もしねこの SPG アメックスのですね決済時のポイントを取りたいっていう方はですね、SPG アメックスから au pay プリペイドにチャージしていただいて、そのチャージした金額をレボリュートにねチャージしていただいて決済ねしていただければなというふうに思っております。ポイントの部分に関してはですね、au pay プリペイドにですね SPG アメックスからチャージするとですねポイント半減してしまう部分はあるわけなんですけども、取ることができるといった形になっておりますので、こちらね覚えておいていただきたいなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねマリオットボンボンホテルポイント購入最大 50% 増量キャンペーンということで解説ねさせていただきましたけども、スーパーオフピークキャンペーンですね間に合えばですねかなりねお得だなというふうに思っていたわけなんですけども、ちょっとね間に合うかどうかっていうのはですね間に合うと思うんですけども、ちょっとねわからない部分もありますんで、今回のポイント購入キャンペーンについてはですねちょっとね 40%、50% ということでお得に利用できるかっていうのはですね結構ね難しい部分でもありますんで、見送ってもいいのかなというふうに思っております。2021年に関してはですねまだね始まったばっかりということで、今後ですね 50%、60% のキャンペーンもですねもしかしたらですねあるかもしれませんので、その時でもいいのかなというふうに思っております。またですね2021年の2月の16日からですね宿泊実績2倍ポイント2倍の Q1 グローバルプロモーションもですね行われてるっていう形になっておりますので、このプロモーションですね現金宿泊とポイント宿泊ね組み合わせて利用することもできるっていう形になっておりますので、もしね利用される予定の方ですね現金で宿泊するよりですねポイントを購入してお得になるのであればですね、今回のキャンペーンね購入しても悪くないのかなというふうに思っております。またねポイント宿泊で4泊した場合ですね5泊目が無料になるっていうね特典もありますので、この特典をね利用するのであればですねいいのかなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。